本日は東京ドームで草野球、草野球人いっぱいいます。この時間にさっきから、はい、徳さん、はい、来ました、来ましたね。どうですかこの東京ドーム、この時間、ただいま12時半ですよ。そうだよ、今日なんかあの草ワンというね、あの草野球の大会の、はい、チケットにお呼びいただいて、はい、まあ、IWA 関係の方々が中心かな、はい、うん、そういったことでちょっとお呼ばれしていただいて、ちょいちょい見切れてくる方がいらっしゃる、ね、後ろにいらっしゃるのは、おなじみの日露さんということで、はい、でも日露さん今日、はい、1番ライトのスタメンということで、嫌だってまず一言言いましたね。嫌だって言っちゃいましたプレッシャーがかかるの嫌いですね日露選手とは真逆なんですね。プレッシャーかかるのが弱いなるほど。では試合行ってきます、はい、というわけで試合開始。夜中の1時ですけどね、草野球人熱いです。1番日露さんです。さあ1番の日露が打席に入ります。ヒットなら簡単に打ちそうな雰囲気なんですが、実戦の日露のバッティングはいかに。はい、初球このスイング、これはライトたちから見てもかなりドアスイング。しかしその後の雰囲気は一流一同選手並みのバントを試みるもあえなく空振り。結局ボテボテのファーストゴロで凡退。アウトなんだけどな、おかしいな、アウトなんだけどはい、スタメン出場の徳さん、東京ドームも似合うな。おお、差し込まれてる、勢いのあるいいピッチャーだ。おわ、あー惜しい、ちょっと打たされたか。結構速いです。さあ日露守備位置のライトへ、さっそうと走っていく。野球が下手とは思えない感じだな。坪井さんをのバックには日露さん。野球美女坪井さんの神ピッチングは後日お届けします。雰囲気は完全にエリア51鉄壁そうだ。そしてうわー、日露さんを痛烈な打球が襲う。はい、この弾丸ライナーがライトへ、あろうことかエリア51前へ、そして頭を越される。絶対やっちゃいけないやつだ。なぜなぜ追わない。さらに、あ、西野セカンドの後ろにボールが落ちる。さあこのボールを素早く処理だ。あ、ボールを蹴って顔面に当てる西野なんかバタバタしてる先ほどの守備に対して、人工芝がそもそも慣れないですね。そうですね、レジャー2球団しかないやっぱり。なるほど、慣れない
やっぱり仕方ないですね。仕方ない。全部アリーグじゃないですか。ああ、やっぱ違いますか。全然違います、ね。あとメジャー級じゃなかった。あ、軟式ですからね今日は。軟式ちょっとやっぱ始めます、ね。確かに。あのバウンドは確かに。あんまり関係ない感じだったけどね。プレスとしては。確かにね。何やら焦る日郎。日郎さん、打順を忘れ急いで打席へ。この打席ツーストライクに追い込まれ、本家の一郎選手はここからがすごいが、おう、あっさり。めっちゃ似てる相手ピッチャーにらむところ。さらに守備につくと、お、日露さんこうポジショニングを変えておりますね。しかし、なんとワンバンで頭を押されてしまった。そしてついに、ああまた日露さんを襲う打球。おお、ナイスキャッチ。ついに日露ビューティフルキャッチ。しかし定位置前のフライになぜかジャンプ。まあ取れば OK だ。誰に、お客さんに向けて。ナイスキャッチ。戦況的にはかなり厳しくなってますが、まあ大丈夫です。あのマウンドに旗立てなけられてすいません、噛んだ。ちゃんとボール拾いもするイチロー選手。今キーパー、まあ、キーパーキーパーキーパーだったんですね。キーパーの方が受けやすい。いやいや、基本的なその作業するには随分ボールちっちゃいですけど。ここで代打ライパチ。あえなくライトフライ。初球ライトフライということで。気持ちよかった、東京ドームのライトフライ。はい、なんか気持ちよかった。日露さんすっごい厳しい目で見てるよ、大体。気持ち込めたんですけどね、うん、結果ライトフライ。まあアウトプットできない。すっごい。おお、すっげえ。ダッシュで、ダッシュで、ダッシュでお前。姿勢見せろ、姿勢を。世界一、世界一、世界一。ここで打席に入るのは日露。チャンスで最終回ツーアウトから日露に打席が回ります。なんとかして塁に出たいところ。まず初球、おお、なぜか初球から一郎選手張りのカット。ボールを挟み3球目、おう、厳しいアウトコース攻めに苦しむ日郎。そしていけ、あー惜しい。最後は三振。午前2時20分試合終了。最後はかなり厳しいコースに来ましたけど、まあ、でもその前にバット当たったんで、確かに、そうですね、もうそれだけちょっと満足なんでそんな気はしました。どうぞまたやりましょう。そうですね、ぜひとも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、草ワン東京ドームでの試合、はい、日露さんとやってまいりました、はい、やってまいりました。ありがとうございました。以上、特産 TV でした。はい、皆さんちゃんとボールを特産ズームイン。9月のプレゼント企画、今話題の M9、 1ダースずつ2名様にプレゼント。他にもあります、超人気グラブ、 IP セレクト、外野主要グラブ、元祖特産仕様、ハイゴールド内野主要グラブ、オリジナルカラー、そしてメジャーリーグ御用達、おしゃれなローリングス内野主要グラブ、水野グローバルエリート U ミックス、内外野守れる最先端グラブ、完全手作りメイドインジャパンの限定カラー、玉沢キャッチャーミット、
おしゃれな野球人へおすすめ、高級感がにじみ出るファイテンネックレスリーシュモデル、そして徳さんも愛用中のミラーボールアースカラー、いずれも9月末までのチャンネル登録で当たります。お待ちしてます。